はい、こんにちは、ちせちゃです。今回は私が利用しているごくベヒーモス用のガンランスのタンク装備を武器別で3種類ご紹介させていただき、操作方法と実践もご覧いただきたいと思います。ただ私ガンランス完全に初心者ですので、全然うまく使いこなせてませんし、操作方法から手探りでやってますので至らない点たくさんあると思います。それでもタンクの役割自体は果たせましたし、少しだけ慣れてきたはずのランスで敵視を取るよりは幾分楽でした。プロランサーの方のタンクマジでやばいですけどね。ランスも練習しよう。それでは今回利用いたしますガンランス3種類ご紹介します。鑑定武器を含みますので、お手持ちの武器で組んでいただければと思います。まず私が利用しようとしていますのはこちら、マムタロトの鑑定武器ガイラバスター水。攻撃力437、切れ味は青、会心率は 0%、 属性は水属性の覚醒です。スロットはレベル3、防御力ボーナスでプラス20、砲撃タイプは拡散型、そして砲撃レベルが4と非常に砲撃レベルが高くなっております。カスタム強化に関しましては回復能力付与にしております。非常に高い砲撃レベルを利用し、砲撃中心に戦っていくんですが、属性が覚醒なので無撃スキルが利用できます。ですので突き攻撃でも火力が出せる非常に攻撃的なガンランスとなっております。続きまして、こちらもマムタロトさん鑑定武器ガイラバスター爆輪です。こちらも砲撃タイプは拡散型でレベルが4なので砲撃の威力は非常に高いです。ですが攻撃力自体が少し控えめなのと、属性が爆破属性なのでスキル無撃は乗りません。ごくベヒーモス戦闘時間が長いので爆破属性最初はダメージが出せるんですが、なかなか後からあまり火力が出しづらくなってきます。とはいえスキル無撃がない分、こちらの方が生存スキルを上乗せできるので安全にタンクに専念することはできます。そして最後にナナテスカトリの素材で作成できるガンランスエンプレスハウルメイトです。拡散レベルが一つ下がってはいるものの、切れ味で白ゲージが出ておりますし、技物スキルもついておりますので、先ほどの2本と火力に絶大な差があるとは言い切れない感じに仕上がってます。さらにスロットも多いのでスキルもモリモリすることができます。全然問題なくタンクで利用することができます。それではガイラバスター自らスキルのご紹介をいたします。スタミナ上限突破でスタミナを上げ、スタミナ切れを防いでおります。とはいえガンランスはランスに比べるとスタミナ切れも少ないかなと感じました。スキルに関しては火力を出すために砲術と砲弾装填数無属性強化を採用しております。また弾かれると非常にピンチなので心眼も採用してます。生存能力を高めるためにガード性能とガード強化、体力増強に体力回復量アップ、また敵視を取るためには不動の装備があると非常に楽なので何度も不動の装備を使えるように整備を採用し、うっかり事故を防ぐために精霊の加護も採用しております。ご紹介する中では一番攻撃的なガンスタンクになっております。装飾品です。対象体力整備心眼強壁無撃増弾鉄壁画3と治癒画3です。鉄壁がない場合は砲術の護石を鉄壁の護石に変えれば鉄壁樹は必要なくなります。ただその代わり砲術樹が必要になってきます。今回の装備は結構装飾品必要です。続きましてガイラバスター爆輪です。カスタム強化は回復能力付与とスロット強化です。基本的にスキル構成等々あまり変わりはありません。こちらもスタミナ上限を突破しておりますし、生存スキルもあまり変わらないんですが、無撃がなくなった分精霊の加護がレベル3にしております。ちなみに精霊の加護レベル2にして回復カスタム2回っていうのも一つの手かなと思っております。装飾品です。整備体力治癒対象心眼加護強壁増弾そして鉄壁が3です。こちらも鉄壁がない場合は鉄壁の護石にして砲術を代わりにはめれば
同じスキルで発動が可能です。そして最後にエンプレスハウルメイトです。カスタム強化は回復カスタムを採用してください。このエンプレスハウルメイトは武器自体に技物切れ味の消費を抑えるスキルが載っておりますので、切れ味を持続させるのはかなり有利になっております。スキル構成自体はあまり変わりませんが、切れ味を維持しつつ戦えるのは結構いいところかなと思います。とはいえガンランスの砲術に関しましては黄色にならなければ威力は変わらないので、そこまで大切なとこではないと言ってしまえばそうなんですが、それでも普通の突き攻撃のダメージが出るのは嬉しいですよね。装飾品です。対象加護心眼増弾整備鉄壁が5治癒が3です。鉄壁5もないよっていう方は砲術の戸籍を鉄壁の戸籍に変えていただければ鉄壁が2、そして空いた3つのスロットに砲術時を詰めれば同じスキル構成にすることが可能です。いやー紹介しといて思うんですが、これかなり装飾品厳しいですよね。それでは初心者の初心者による初心者のためのごくベヒーモスにおいてのガンランスの操作方法、めちゃめちゃ簡単にご説明します。まず R2 でガードすることができます。そして三角で水平突きです。三角で水平突き、そしてスティックを押しながら三角で踏み込み突き上げ、左スティック前に倒しながら三角で踏み込み突き上げです。ちなみに後ろに下がっているのは×ボタンですね。あと丸ボタンで砲撃ができるんですが、水平突きの後に砲撃も可能です。そしてガードと丸ボタン R2 と丸ボタンでリロードができます。なんですがこのリロードちょっと隙が多いので、おすすめとしては三角丸三角丸三角丸の後に R2 と丸を同時押しでクイックリロードができます。ちなみに今三角丸三角丸ってやってますけど、三角丸丸という風に砲撃を続けることもできます。そして踏み込み突き上げからの連続で上の方に突きと砲撃を与えることもできます。なので頭を狙う時には特に踏み込み突き上げがいいんじゃないかなと思います。あとこれがすごい大切なんですけど、砲撃2回の後に龍喰砲、この龍喰砲がベヒーモスの頭に当たると一発で敵死が取れるんですよね。砲撃2回の後にまた丸ボタン、なので丸を3回押すことによって龍喰砲が出ます。他に出し方ありますか？ちょっといろいろ試したり、電撃から出てます武器の操作方法指南の攻略本とかも見たんですけど、これ以外特に良さそうな出し方はなさそうなので、私はこれで一応やってます。もし他にベヒーモス戦においていい出し方とかあればちょっと申し訳ないんですが、コメントでご指南いただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。それでは実戦で敵死の取り方と敵死を取った後の位置取り、これが絶対いいってわけではないんですが、ある程度誰でもできて安定するやり方ご紹介したいなと思います。まずはエリア1では不動の装備を着てベヒーモスさんの方向待ちです。で下がってこっからですね、丸丸、ここで龍喰、これで角に龍喰が入るのでメテオが落ちた後に敵死が取れます。そして落石の下などに誘導して他のパーティーメンバーの方に落石でダメージを取っていただいたりするんですが、基本ねベヒーモスの顔の前あたりにいます。あ、失敗した失敗した失敗した。このあたりかな、このあたりにいるのが一番いいかなと思います。これでこうやって離れちゃうと突っ込んでくるんですよ、ほら突っ込んでくる場合が多いんですよ。なのでそうなると近接の方とか右往左往しちゃうんで、とにかくベヒーモスの前で少し後退されるとこう前に移動してベヒーモスの攻撃を誘導し、で これが一番美味しいんですよねこれが一番美味しい、これ美味しい美味しいやつ美味しいやつです。で OKOKOK、
あんまり後ろすぎず、ベヒーモスの下にいると下にいるで、またぐるっと回られちゃうんで、それも困ります。ちょっと遠いかな？この辺かな？この辺ですね。この辺にいます。これは本当美味しい感じ。よいしょ。ちょっと離れてたか。まあ、でも、どうしても、ああいうの出てしまいがちですから。やった。ぐるっと回るやつだけ、誘導させなきゃ、まあ、なんとでも、なる感じです。とにかく、耐えて、やる感じですね。こうやって下にいると、くるっと回っちゃったり、今、ちょっと、誘発できませんでしたけど。のしかかられたりするんで、本当にそこだけは気をつけていただければなと思います。もうきっちりタンクしながら攻撃でダメージが取れるっていうのもかなりいいところかなと思ってます。で、2回目以降の敵士に関してはもうこうやって龍喰やってもなかなか難しいので、普通に攻撃を当てる感じででも全然取れます。はい、ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますので、チャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。ガンランスにわかなんですが、なんとかいびつですが形になってまいりましたんで、逃げずにタンクやっていきたいと思います。またねー。